三角の瀬戸三角港付近の空中写真1974年撮影の6枚を合成作成国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成三角港は熊本県浮島市三住町にある港湾である港湾管理者は熊本県港湾法上の重要港湾高速法上の特定港に指定されている 西港と東港に分かれているが、西港は世界遺産、明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業の構成資産の一つである。三角での築港の様子、三角西港の不団、明治の築港時の石積み不団が現存する。三角港は西港と東港に分かれており、1884年に西港の整備が始められ、 1887年に開港した。近代的港湾としては日本でも最古に当たる。三角西港の建設には国費が投じられ、宮城県の伸びる地港、福井県の三国港とともに明治の三大地港と呼ばれる。1880年、熊本県は坪井川河口の百貫港を候補地をして内務省に貿易港の建設を申請した。 翌年熊本に派遣されたオランダ人水理工士ローウェンホルスト・ムレデルは調査の結果、ウト半島先端のこの地が百貫港よりも優れた天然の良港であるとして実行を進言。その設計指導の下、1884年から3年の歳月をかけて実行され、かつ町全体に海水を導入して浮き町とするために一室未水路が設けられた。 水路のために町は3区に分かれ、北部から西港1区、2区、3区と呼ばれた。石積水路は完成したものの、海水がすべての水路まで届かず本来の機能を発揮できなかった。工事はすべてを切り出した石材で港を構築した。西港は、布団や排水河川、橋などが作られたほか、海沿いには海運倉庫が立ち並び、 背後に旅館など洋風の建物からなる街並みも作られて繁栄した。昭和初期まで西高には裁判所、商船学校、水産試験場、警察署長官社、海上保安庁の船舶停泊施設などがあった。昭和初期から中期にかけて旧軍役所から裁判所に至る通りは桜並木があり、桜の大木が連なって見事な景観であった。 今はその面影はない。西港周辺は背後に山が迫り敷地の拡張に難があることから、やがて東港が整備されるようになり、さらに1899年に開通した九州鉄道の三角線も東港へ通じる路線であったため、西港は急速に捨てれ、物流や人口は東港へと移動していった。1951年には重要港湾に指定され、 1964年に三角と島原を結ぶフェリーが就航し、1971年から9メートル岸壁が1バース延伸されて、ますます機能が充実した。しかし、1966年に天草故郷が開通して、九州本土と天草諸島とが自動車で往来できるようになり、天草への貨物、客船航路は次第に廃止されていった。また、 八代港、熊本港等の他の港の機能整備が進展したことにより、人流、物流が分散した。2006年には三角島原フェリーも廃止され、現在三角港から出ている船は、五所浦港行きのみであったが、2009年より、本土港前島、三角港間に高速船、天草宝島ラインが就航した。一方、早くに、 東港に機能が移ってしまったため、西港は、石積みの布団や水路、橋など、当時の施設がほぼ原形のまま残っている全国、唯一の港湾史跡として高く評価されている。1987年に港湾整備事業の指定を受けた。点在していた民家も区画整理で地元を離れ、現在、熊本県は、宇城市と協力し、西港の港湾遺跡の保存を柱に、 周辺の整備や当時の建造物の復元などに取り組んでいる。2002年には国の重要文化財の指定も受けた。2009年に九州、山口の近代化産業遺産群の一つとして世界遺産暫定リストに追加掲載され、2015年に正式登録された。また三角裏の文化的景観として重要文化的景観にも選定されている。 ありがとうございます。